行きましょう。いらっしゃい。用件は何？って、ここは探偵事務所じゃなかったわね。とりゃ！本当に来たぜ。一対一の正々堂々、お互いの視力を尽くしての果たし合いっていうのを挑まれたはずだけど。おいおい、この後に及んでまだそんな寝ぼけたこと言ってんのかよ。まあいいじゃねえか、女はそのくらいバカな方が可愛いぜ。あの鋼鉄の魔女様も所詮は女ってことさ。やれやれ、あの魔界の剣豪アボーを倒したプロも本当なのかね。意外にそのアボーとやらが大したことなかったのかもしれんぞ。なんだ、風？いや、あっち！お、おい！なんだこりゃ！いつのバカな間に何も見えん。ついでよ、あなたたちの悪も食らってあげるわ。
なんだ。してくれ、心を入れ替えて、頼む、助けて、助けて。悪いわね、こうなったらもう私にも止めることはできないのよ。そんな、次もこんな目に遭いたくなかったら後世までその後悔覚えておくことね。やれやれ、あれだけガン首揃えても大した悪ではなかったよね。もう嫌になるわね。最近はこんな小物ばかりで強者がちっとも現れたりしないなんて。強者と相対したいなら、私も一時的にどこかと手を組むというのも手かもしれないわね。明日にでも連絡を取ってみようかしら。阿弥陀原の探偵にして鋼鉄の魔女。アンネローゼバジラよ。